どうも皆さんこんにちは、にゃんまるです。ということでリングシュートフォールガイズやっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ということで今回は、逃走中のお話をね少しや、しながらやっていきたいと思います。よろしくお願いします。さあ、ついにね、あの発表されましたね。もう結構前だけど、発表されたのは大晦日逃走中すごない？やばくない？あの7時間驚異の7時間、びっくりしたよ。7時間ってやばくないっすか？いやさ、もう最近すごいよね。なんかあのネットフリックスでもさやったけどさ、なんかネットフリックスが最強かと思ってたら、ネットフリックス優に越してきちゃったよねマジで7時間って何っていう、エグすぎっていうねはい、で大晦日スペシャル、お台場大決戦ということでね、夕方5時からやるみたいですよすごいな、夕方5時って早すぎないスタートが、うん、もう夕方だから夜7時とかで、夜じゃなくてさ、もう夕方から始まるんですね。そして今日の11時45分までやるとすごいすごい、もうすごすぎる本当に。でね、そのなんだ、フォールガイズに集中するとちょっと話せなくなっちゃうね。ちょっと集中しよう、次のステージでちょっと話そう。ちょっと集中しないと負ける気がする。まずい、もう16人クリアしてる。こっち行って、ここ OK、 クリア OKOK。 さあ、ということでストンピンググランド、ちょっとこれ話しながらできるか、これちょ結構集中力いるんだよな、これマジで。飛ばされたら終わりなんだよ。ちょっと話しながらできるかな、ちょ怖いけども、頑張っていきましょうか。まあ3体いるからな、きついな。これ何人、最後までか。あー、これ何人でもあり得るんだな、きついんだよなこれな。回っとこうか、とりあえず回っとこうか、ぐるぐる。ということで逃走中どうですか皆さん。皆さんは、いやー危ない危ない危ない。皆さんは楽しみですか、楽しみですか、どうですか。なんでそこ落とされるの。さあ、というわけでリリーリーパーやっていきましょう。ということで逃走中ね、大晦日スペシャル、お台場大決戦ということで、今回の舞台はお台場ですよ、お台場。もうなんか原点に戻るって感じなのかな。うん、逃走中といったらお台場みたいなところあるからね。うん、まあフジテレビがね、近いんでね、一番やりやすいんじゃないかなと思います。撮影もね。これ何、飛べないの、やばい、まずい、もうちょこめっちゃ出遅れた、まずい、これまずいぞ。急げ、なんか遅くね俺。お台場ですよ。だからなんかどんだけ広いさあれになるんだろうね。東京ドーム何個分になるんだ今回、本当にそれが想像つかない。7時間もあったらね、なんかもう すげえ広さでやるとかありえるもんね、全然。うん、よいしょ、ちょっと待って、まずい、こう集中しつついきます、集中しつついきます。あー、まだいける、まだいける、13人しかクリアしてないから OK。 危なーい。さあ、続いてはリングシュートやっていきましょう。逃走中、そう、お台場なんだけども、なんかさ、昔さ逃走中のさやつでさ、セカンドファーストステージ、セカンドステージみたいのあったじゃん。なんか俺ああいう風にやるんじゃねえかなってね、ちょっと思ったんだよね。7時間って言っても、まあ撮影時間も、撮影放送自体はなんか CM とか含めると、まあ5時間とか6時間とかだと思うんだけど、それをぶっ通しでさやると思わないんだよな。さすがに逃走者とかさ、ぶっ倒れちゃうでしょハンターなんか特にね。えよいしょ、一番最初に出てくるハンターを常にずっと走ってるわけだから、走ってる歩いてるわけだから、そんなんぶっ倒れちゃうよっていうね話ですよまあどうなのか分かんないけどね。ファーストステージ、セカンドステージ、サードステージみたいな感じで分かれてるんじゃないかなって僕の予想です。はい、もしくはこの間やったあの4時間スペシャル、子供の日プレススペシャルで、なんか途中でさ止まってさ、なんか休憩タイムみたいのがあったじゃん、密告中やるみたいな、ああいう感じのね、ああいう感じでまた分割された逃走中をやるんじゃないかなって僕はねちょっと思っております。うん、実際のところどうなのかは分かりませんが、はい。ただね、ホームページよいしょ、ちょっと待って、ホームページ見るとね、アクアシティ、オダイバ、ダイバーシティ東京、デックス東京ビーチなどショッピングモール周辺の街全体が逃走エリアとなるって書いてあるんですよね。そこ全体逃走エリアになるってすごくない？規模がやばいのよね今回。実際どうなのかって分かんないけどね。またエリアの一部が封鎖されたりとかさ、全然ありえるからね。さあ、動くスポットライト、これ初めてやるかもな。スポットライトに当たりに行けばいいんだね。これはでも楽勝、え、真ん中だけ楽勝じゃない？あ、これスイッチで動くの、なるほど。えー、
そんなせこい、そんなことしないで危ない危ない、オッケーめっちゃ稼いでる、まずい、よし、オッケー、話しながらやりたいのに話せない、もうクリアしてる人いんの、まずい、ちょっとごめん、このステージちょっと話せない、逃走中の話できない、このステージちょっと、終わったのさあリングシュート頑張っていこう。でね、今回のね逃走中ね、ミッションでなんかロボットとかね、アンドロイドとかね、いろいろ出るらしいんですよ。また作ったんですね、あのクロノス社が作ったんですかねはい、そう出るらしくて、しかもなんか史上最強のハンター、スピードのハンターが出るらしい、金メダリストハンターっていうのが出るらしい。やばくない？やばいよね、もうね、もうなんか外国の逃走中みたいな感じ、外国のハンターみたいな感じだったよ。で今回出演者ですよ、出演者、はい、出演者がね結構ね、いろいろ意見ありますよね。なんか結構 YouTuber が多くてね、もうそうじゃないんだよなって僕は一つ思ったんですけども、まあね、浜口が出ます、浜口が、みんな大好き浜口が出ます、素晴らしい、これはベテラン勢としてね最優候補でございますベテラン勢言うてても浜口ぐらいしかいなくて、もっとねなんか昔出てたさ人たちをいっぱい出してほしいなと思った。田中もいねえんだよな、田中はどうなんだろうね、まだね、あの全員発表されてないらしくて、まだまだ、まだ出演者がいるらしいんですよ、発表されてないね、だからそこでね田中がいれば最強、田中浜口この2人がいても最強だから、でさらに今回はね吉田沙友選手もいますし、昔出てたよね結構ね、で最近いっぱい出てるクロちゃんとかねクロちゃんも出るらしい、して、YouTuber がいっぱい出るね、本当に。はみじめ社長、ヒカキンとかさ、なんかすげえよね。ちょっと待って、これちゃんと見ないとちょっとまずいよ。すごいよね。本当にそこ？そこか。よいしょ。すごいわ、本当に。って思いました。YouTuber やっぱいっぱい出すんだね。まあ、ギャラが安いっていうのがあんのかな？本当だ、そういう話あんま しない方がいいかもしれないけど。あー、やばい！ちょ、まずい、遅れてる。急げー急げこれ一番最初に捕まった人とかかわいそうだなーって思っちゃうね大晦日の7時間スペシャルで一番最初に脱落してもう出番ないんでしょう復活できるとは限らないからね。やばい、風が来てる、くーよいしょ、ちょっと今回ね、そうちょっと衝撃の事実というかあれなんですよ、あのなんだ、あーまずい、よいしょ、鬼退治とね重なってるんですよ大晦日、だからさ、その逃走中と鬼退治ってやっぱ似てるじゃん、だからなんていうの、出演者もさ似たような人たちが出るわけであって、それ重なってるからどっちかにしか出れないよねっていう、どっちかにしか出れなくて、だからオファーする側もさ、どっちオファーするんだみたいな感じになったんじゃないのかなと思う。鬼退治誰が出るのか俺知らないんだけど、調べてないから。フワちゃんが出るんでしょ、フワちゃんがね。フワちゃんは鬼退治の方に出るらしいですね。だマジでね、ベテラン勢がね、いなさすぎてね、ちょっと悲しい、本当に。昔のアルティメットとかさ、あの時らへんに出てたさ、お笑い芸人とかさ、いっぱい出してほしいわ。さあ、ブラストンランティス、やっていきましょう。これは生き残るだけ。ゴー！で、これでもね、鬼退治と重なってるっていうのがね、どうなんだろうね。紅白見る人、鬼退治見る人、逃走中見る人みたいなさ、でも言うても鬼退治と逃走中っつったら絶対ね逃走中の方がね人気ではあると思うんだよ。だからなんだろう、一緒に放送したらなんか逃走中に視聴者奪われる気がするんだけど、どうなんでしょう。まあわかんないね、出てる人にもよるよね、誰が出てるのかわかんないけど、鬼退治の方はね韓流アーティストは出てるらしい、ちょっと見たけど合ってるかどうかわかんないけどなんかツイッターかなんか見たんだけど出てるっぽいよ。でも逃走中の方も多分出てるよね。いやでもすごいですよね、もう本当に大晦日まで来ちゃったよ逃走中が。っていうか今年マジすごかったよね、だって元旦からやってんだぜ、元旦からやってんだぜマジで逃走中、すごくない？よいしょ、元旦からだぜ元旦やって3月ぐらいに1回やったんだっけ、なんかすごい、なんか最近すごいよね本当に。ネットフリックスでもやっちゃったし、どうすんのって感じ、どうなっていくのって感じ、いやさ毎回思うんだけど、どんどんさ、なんだ、史上最高スケールのってさ、いつもやるじゃん。
今年めっちゃそれ出しまくってたんだけどさ、ネットフリックスでも史上最高っつってさ、で大晦日で史上最高7時間でしょ。もうこれ以上なくない？もう最終回これ以上ないじゃん。だってどうすんだろうね本当に。いやなんか結構あれ全然死なないなみんな、うん、今後のさ逃走中どうやってやっていくのかなっていうのは気になるよね本当に。だって史上最強スケールって毎回やってたらさ、どんどんネタ切れになっていくよね。一つねどうでもいい話というか、まあ僕ねあのマイクラ逃走中っていう企画やってんですけど、それにね使ってるねフリー BGM が予告、本家逃走中の予告に使われてました今回の。うん、ちょっとびっくりしたわ。あこれ使ってんのねみたいな。おーおーおーこれでみたいな。俺も使ってるわってね、ちょっと聞いてねすぐ思いましたね。びっくりした。さあということでクラーケンスラム最終ステージ、ここ勝つ、絶対勝ちたい。うん、久しぶりに取りたいんだ王冠を。よし行くぞ。ということでまとめると、まあね要するに僕のね感想として、まあね今発表された感想としては、あの YouTuber 出しすぎ、うん、YouTuber 出しすぎマジで。僕あの多分ね逃走中ファンからすると、本当昔出てたね逃走者をねもっと出してほしいなっていうのはあると思うんだよ。うん、そこ分かってないよね。まあなんかお金の問題とかもあるのかもしんないけど、ここはなちょっとな残念だなって思いました。まあねもうちょっとねあのしたら、あの田中出る可能性まだ残ってるから、まだ全員発表されてないし、ないらしいんで、うん、そこはねちょっと楽しみではあるけど、田中も出なかったらもうね意味わかんない。あまずい、意味わかんないよねマジで。うん、意味わかんなくない普通に。うん、なんで田中出さないのっていう、あのベテランの最強ベテランの田中を出せっていう話だよね。うん、よいしょ結構まずい。よいしょちょっと待って。そうなのよ。まあでもね言うてね7時間ですから楽しみではありますよ本当に。うん、すごいでしょ。だって7時間ってマジで何にも予想つかないから。いつも最近の逃走中って本当になんか想像できたっていうか、想像通りの感じで来てたから、うん、そこが楽しみですね。ということで皆さんもね、今回の逃走中に関して何かね、思うことがあったらねコメントをどしどし、言っていってください。さあ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 、ちょっと怖いな。いけるか。うわーまずい。まだいける、勝てる。よいしょ、落ち着け落ち着け。